きな音楽でも聴きながら、流れゆく景色の中を走る。私の一番好きな時間。新潟県から滋賀県を結ぶ北陸自動車道、県内では日本海に沿うように道路が引かれ、ドライビングスポットとしても人気がある路線だ。中でも親知らず海岸高架橋は人気が高い。我が国初の海上インターチェンジを併設した橋梁で、その様はまさにアート。多くの写真家も好むロケーション。海の町親知らずに来たら、ぜひ道の駅に立ち寄ってもらいたい。浜焼きがとにかくうまいのだ。ほのかに残る磯の香りに腹の虫が鳴る。この先は富山県へと続く。そこにもうまいものがたくさんあると聞く。自分にとっての特別な時間、私は今である。